こんにちは。ゴーストパーティーニャンバラニャンババというゲームです。もらったのでやってみようと思います。読めない。読めない。ん？ちょっと待てよ。変なステージ選んだ気がするな。これが最初かな？すべての奇妙な隠し点を見つけます。Find all the strange hidden spots。 どういうこと？ん？クリックするとなんか光るものがあるね。あるねとしか言えない時間切れ。どういうこと？どういうこと？次行ってみるか。なんか間違った場所をクリックすると時間が減るんだね。なんかじゃあ手がかりがあるわけね。押したら光るようなもの。キャラクターを探すわけではなくて、何を。わからん。説明が足りない。何をすればいいんだ。ちょっとゲームのストア見てみますか。このゲーム何すればいいの？日本語のものがない。中国語のガイドは読めない。20個のオブジェクトのうち10個を見つけることができればいいらしい。ほう。これが出てきてる、このキャラが出てきてるのは、なんかイエスなのかノーなのかもわかんないな。30%、20%。ノーヒントかどうかが知りたいんだけど。マジノーヒントのクリックするゲームだったら、運だね。これでも何回かやってて場所を覚えてみたいな感じのゲームなのかな。無理だよ。無理。ステージで粘ってみる？光る場所を記憶して。そのものが消えるのね。あ、だからあれかな、一回消えたものの裏側に入っているものが光る対象だったりするかもしれないんだ。3、2、奶茶真是太棒了。あれ、パソコンがない。
なるほど。同じステージをこう何回もやることによって、すでに取り終わったものに関しては消えた状態から再開するんだ。だから同じエリアを周回することによって、さらに次のものが見えるのか、もしくはやっていくうちに、なんか新しいものが生まれてるのかな、どっかに。これ変だよねみたいなものがどっかに生まれてる可能性あるでございこんなものなかったっていうものを探していけばいいんだ。あー、なんとなく、なんとなく分かった。なんか間違い探しみたいなもんなんだけど、元の絵が何かっていうのは特に分からずに、いきなり変化した状態だけ見せられたので、違和感のあるものを全て教えてくれっていうゲームなんだ。これに違和感あるかどうかは分かんないよね。あー、でもそっか。確かにサンドイッチだったな。マジか、記憶ゲームだ。サイゼリアの間違い探しの片面だけ見せられてる状態だ。そんなのゲームになる？そんなものゲームになる？答えとかが教えてくれるわけではないのか。このステージ、ガイドを見ると、ここになんかあるよっていうのを教えてくれてるらしいんですよね。80%。これの 100% を目指してみよう。怪しい場所を、怪しい場所。これ違うでしょ？これは違うでしょ？あとは、25次編でしょ？あとは、これは何だった？わからん。窓割れてるでしょ？ここになんかいるでしょ？飲み物のところが怪しいのか？わからんな。あと何？こんなものなかったねってこと？あとなんだろうね。これ何が違うんだ？わからんな。かぼちゃはもともと、ああ、そうだね。そうだね。確かに。その通りだ。あとは？あとなんかあんのかな？わかんない。いくつ見つけたのか覚えてない。85%、 100% になるにはどうすればいいんだ。まだあるのか、どっか。これとこれとこれとこいつと、これと猫に何もないんだな。あとこれとこれとこれ、これと窓と、あ、またカウントするの忘れた。だってどこにあるか分かんないんだよな。全部探しきればこっちの勝ち 100% になるんだろうけど。あ、これと、あ、いけた、いけたのか。 85% なんかこう 1,2,3,4,5,6,7、あとは、8、あとあるかな、あとなくない、ここだっていう、9、あと1個、こんなところに何かあるらしいよ。ここに 何があるんだ、分かんない。 95%。 どういうこと？これさ、ミスクリックしたらアウトなのかな。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、あと1個、あと1個あるんだとしたら違った。あと1個なんだ。これ分からん。これ何が違うのかが分かんない。 95%1 回5クリックしたからなのか、もしかして時間内みたいな概念なのか、どっちかだろうね。 1、2、3、4、5、6、 あと分からん。 1、8、 いげえ、あと1箇所変える。完璧じゃん。これ完璧じゃない。95% って何なんだ、なんで 95% なんだ。これわからん。 100% にする方法がわからん。わからん。なんでだ。それで繰り返していくと分かっていくよっていうタイプのゲームなんだ。苦手なゲームだ。私の記憶ゲームは苦手だからな。変わる可能性のある場所が20箇所あって、そのうちの10箇所がランダムに切り替わってるから、その10箇所変わってる場所を見つけてくださいよというゲームだ。最終ステージ行ってみようか。とはいえ、行ってみようかとはいえ、一発で分かるタイプのゲームではないから、最初はとにかく光る場所を覚えないといけない。なんか怪しげなもの、怪しげなものとはいえ、さっきのケーキがチキンになってるみたいな、それは知らんよみたいな変わり方してるものあるもんな。どう見ても異物みたいなものだったら分かりやすいけど。ケーキに立ってるキャンドルが嘘ですって言われたら分かんないよ。白色が正しいってことね。あ、何やんだろうな。エビ。今何が違った？わからん。何が正しいの？イチゴ？さっきのステージもさ、その猫のヒゲが一本だけくるんとなってますみたいな、わかんねえよっていうレベルの差が出てくるよね。これ何？ここなんかいる。いくつ見つけてるんだろうね。なんかいくつ見つけてるんだろうねぐらいはこう表示してほしいけどな。赤い、暗い。ソースがかかってない。焼けてないが正しいか。これもイチゴじゃなかったっけ？違うか。これは、わからんな。虫がいる。ここに鳥みたいなのがいるのは OK なのね。わかんない。これニンニク。あ、どうだ。そもそも差がわかんねえんだって。これ何？旗の色が違ったのかな？きついね、このゲーム。あ、ただ、どうよ。わからない、ヒント見よう。ヒント。この場所が怪しいよっていう場所を教えてくれてる。こんなところ怪しいわけないじゃん。これ、肌の色。なんか落ちてる。うん。レモン。これ違うね。上に乗ってるのはイチゴでいい。肉がない。これ何？あ、フォークが正しい。スイカが食われている。虫がいる。
ごくりっく、にんにく、あれ、にんにく OK なのか、今回は。これが OK なんだ。暗い、あとは、虫、これでいくつクリックしてる？まあ、どっかにあるはず。これ何？箸置きが後ろにもある？あとは、またどこだ？エビの尻尾がサソリみたいになってた？だからこうなると全部クリアってことになるんだけど、なんでこれ？全部クリアってことになるんだけど、どれが 100% にはならない。はい、こんなゲームです。まあ、サクッと終わる。サクッとやれる。サクッと終わる。ただ 100% の達成の仕方が分かんなかった。もう一回狙っていいか。この最初のここのステージ。ここ 100% にする方法が知りてえわ。1、2、3、4、5、6、7、8、あとどこだ、カエル、9、あとはどれだ、どれだろう。今5クリックした。これわかんない、これ未だにわかんない。これ何が違うんだろう。こいつを押すかどうかがだいぶギャンブルなんだけど。最初にこれを押してダメだったらリセットか。じゃあ。リセットないんかい。1、2、いげ。1、2、3、4、5、6、1、8、9、あと一個。ああ、これだ。違う。なんでや。いや、このステージってあとないんだけど。10個なかった。リセット。リセット。はあ、1、2、3、4、5、6、7、8。あとないよ。9 そこあったんだ。あとないよね。これわかんないんだって。これ何がいるのかわかんないのよ。これとこれが、この2箇所が見比べても意味がわかんない。ああ、こいつはわかった。この中に入ってる棒が、
下にくっついてるっていうパターンがあるんだ。こいつはなんだ、ここがなんかちょっと暗い感じになってたら、それがダウトらしい。ん？ちょっと待てよ。実績が今出てきたってことは ?100% だ。2周目。2周目 ?100%?2 周目。どういうこと？ああ。おい。マウスの位置と違うじゃねえか。マウスの位置と、マウスの位置と違うんだけど、こんなのわかるわけないじゃん。どうや、どう、だって光ってる時にクリックできないんだよ、俺。なんだそれ。これはやってますね、このゲーム。クリックできないよ。だから、これで確認してから該当する場所を押しに行くしかないのね。無理だよ。これはハイレベル。このゲームハイレベルだったな。わかんねえ、なんかいるのかここ。え、これいたとしたってクリックできねえんだから。あとどこ？あ、下ね。いや、どうなんだ。このライトに関してはバグなのか仕様なのかすらわかんない。ああ、間違えた。2周目も 100% 取れたってこといいのか、これは。パーセントがよくわからなかったですが、まあ、こういうゲームということで。今みたいに、でも、同じステージをずっとやってれば、だいたい当たりはついてくるから、そこから、頑張ることができるかなというゲームでした。まあ、パズルではない、パズルゲームではないけれども、まあ、こういうものですよということで。これはクレジットってことでいいのかな？ゴーストバーシーニャンババ。ニャンはわかる。ババは何だろうな。ババって何でしょうね。なんか書いてないかな、スターページ。これはとても恐ろしいアイテムの種類を隠すクリックゲームを探しています。さまざまなスタイルのシーンで不審な隠し物を調べ、にゃんこ、にゃんこ、読めない、にゃんこなんとかの現実を怖がらせない。隠しポイントは論理的に合わないものやおかしいもの、これ上階、これ正解の大きな怪獣、かわいいかもしれません。時間内にすべての隠し点を。これおもろいな。日本語訳が、日本語訳が飛んでて面白いな。今、ストアページを見てるんだけど。全部見つけられなかった時に出てくるあの猫の子は悪いやつなんだって。猫の女の子の個人的な魅力は一部のプレイヤーの知恵を下げる可能性があるため、症状はわざと失敗したと表現されているだそうです。興味があったら遊んでみてはいかがでしょうか。ではお疲れ様でした。